車とかバイクのミーティング、車に乗ってる人も乗ってない人も楽しいイベントです。ドレスアップされた車、チューニングされた車、見るだけでも楽しいです。でも今だとスマホで写真撮りたくなるんですよね。写真撮ったら SNS で共有したくなる。でも車バイクのイベント、少しうざい問題があるんですよね。それはナンバープレート、後から消せばいいんじゃないか、それもめんどくさいですよ。アップロードする前に動画編集アプリでナンバーを消す、そんな暇があったらイベント楽しみたいですよ。これなんとか自動化できないのか。いいアプリがありますね、オートモカメラ、車の撮影に特化したカメラですね。何をやってくれるのか。綺麗にナンバープレートの部分をマスクしてくれます。非常に自然なんですよ。方法はまず普通に写真を撮ります。次にオートモカメラを起動します。起動したらギャラリーの中から写真を選びます。車のナンバーの位置が自動的に解析されます。そして白や黄色のマスクが当てられますね。単色で塗りつぶされます。これいいですよね。適当に塗りつぶすとナンバー以外の部分も変わってしまう。でもオートモカメラ、ナンバーの部分だけは隠れます。非常にいいです。さらに FX という機能があります。そのスタンプを選びます。そしてそのスタンプをナンバーにドロップします。自然な形でナンバーで埋め込まれましたね。このスタンプ、残念ながらクラブで登録しないと使えないみたいです。このためミーティングとか主催する前にクラブがオートモカメラのサイトでロゴを登録するのがいいのかなと思いますね。ナンバープレート、人によっては SNS で拡散されること非常に嫌がりますね。後になって騒ぐ人もいます。そのような騒ぎを防止したいんでしたらオートモカメラを使うのがいいですね。あとはイベントを開催するグループ、最初にオートモカメラの告知をしとくのがいいかもしれないですね。まずイベントのロゴを決める。そしてオートモカメラのサイトでイベントのロゴを登録する。次にイベントを告知したり入場券を販売するときにぜひオートモカメラで撮影してください。そしてナンバーを隠して SNS などにどんどん投稿してください。そういう告知をすればスムーズにいくと思いますね。トラブルもないですね。車を持ち込んだ側もナンバー以外の部分だったらどんどん写してほしい、 SNS に公開してほしい、そう思いますね。参加者にも出展者にもイベント開催者にも安全で便利を提供するオートモカメラ、カーイベントには必須になるのかな、そう思いましたね。ぜひ試してみてください。